はい、皆さんこんにちは、グッズでございます。不思議なダンジョン風鈴の試練、GB ですね、やるんですが、風鈴デレになってるけど、まあ風鈴の試練よね、なんですけど、なんでデレになってるの、ちょっと待って、なんで風鈴デレになってるの。ヒャッキさんちょっとね、これね、なんでヒャッキさんの名前出したかというと、このソフトをね、あるきっかけで、もらったんですよね。ヒャッキさんっていう YouTuber の方からね、YouTuber 友達の方からなんですけども、ちょっとね、これね、冒険デーの続きさ、279とかさ、280回とかね、とでもないのよ。で、今回これをプレイするんですが、一応ね、実況プレイではなく、とりあえずやってみたにします。とりあえずやってみたね。どうしようかな。一番低いやつでいいかな。これで。よいしょ。あと、風鈴デレって何なんかな。ヒャッキさん、近日見てたらさ、そのことについてコメント書いてください。僕ね、このゲームさ、ほとんどやってなくて、やったのやったけど、覚えてないんですよね。クリアしたかも覚えてなくて。で、今さ、つけたこの、パワーサードか、番付とかも、全然、覚えてなくって、これはなんか、問題が出て、それに応じてやっていくんよね、確か。なので、まあいいや。普通でいくか、とりあえず。基本僕風鈴の試練系ね、苦手なので、これグツンになるけど、グツンになるね。戻すか。フランシーレンとかこういう系僕、好きじゃないんですよね。基本。めんどくさいというか、全部レベル1になるじゃないですか、死んだら。めんどくさくて、それが。おう、よそもんだ。もんがカタカナですけど。ワンワンワン。ちょっと待って、犬のマークついてない。あ、人がここか。お兄ちゃん、どっから来たの？日本から。あ、コケコッコ。オッケー。入れんの？入れる。ああ、この歩きか、こう。このね、独特な、そう、早歩き。あ、曲いいねんな。そうそう、曲すごいいいのよね。何これ、放棄男。レレレのレ。パシリのゴーン、コッパー知らねえな。この村で落ち合うことになってるのかい。この、とんでもない走り方のやつ。一瞬何か分からんやつって、これね、パーって言って。足踏みあんねんね。ヤード食事。太鼓のうまさ、この先は供養峠って言ってな、とても危険とこなんだ。どうしてもって言うなら行く前に神社寄りな。神主様がいろいろ教えてくれて。あと供養峠は道が3つに分かれてるんだ。そこの看板の地図を見れば道を選べるぜ。オロチは、供養峠に住んでおる。手下の怪物と共にな。お。あら、お客さん。違うの？いやね、よそから客なんて滅多に来ないから、はっきり言って暇で暇で。あ、でもね、僕はあれですよ。オーラン主年系嫌いじゃない、嫌いって言ってないな。あんま好きじゃないけど、あれなんですよ。何やったっけ。化石ホルダーじゃなかった。あ、リボン。創世、なんとか創世記、リボン。創世記やったっけ。リボンはね、僕の動画で一回で1クリアします。もうじきね、2をね、やるので、あれもね、風鈴試練系なんですけども、ポケットモンスターみたいに、モンスター集める要素がね、あります。まあ、モンスターが戦うんですけど、基本ね。なんか、
あれやん、画面がパッパパッパ動くな。アウト。しきたりといえ、なんだってうちの娘が。かわいそうだが、ふみちゃんのことは諦めるんじゃ。ローチには誰もかなわねえ。どうしようもねえよ。ちくしょう。ああ、なぎ。あいつも辛いよな。ふみちゃんとは一番仲が良かったからな。クソ、俺しちゃいなきゃこんなことに。海の、ふふ、じじい、この村をおろすという怪物に支配されておる。ねえに、児童の幼い子供を生贄に立たなければならぬのじゃ。残念なことじゃ、わしはハゲじゃ。で、ここ上がんのか。ほい。上がんの早ね。お、なにこいつ。わしは旅する者にいつも助言を与えておる。何について聞きたい？動き方について。お、B ボタンを押しながら十字ボタンダッシュじゃ誰に言ってんの？また B ボタンを押しながらだとアイテム上に乗ることもできる。スタートを押しながら十字ボタンなんだみたいなあるわ。今回これ、そう、ゲームボーイはスタートか。スタートをちょんと押せば上マークが出る。あとは十字ボタンの方向を変えればよ。B ボタンちょんと押して道具選ばよい。十字ボタン再ページ切り替わる。あとアイテム使い方、アイテム選んで A ボタンを押して説明では書いてある。道具を開いて時にスタートボタンを押すよ。道具の中の矢を装備すれば、セレクトを押しながら A ボタンで。A ボタンで B ボタン同時押せば早く回復できる。ダンジョン内のマップを見るにはセレクトをちゃんと押せばよい。え、ちょっと。同時に押せば。ダンジョンにいる人や仲間でいかに B ボタンを押しながら G ボタンじゃ。これがあれか。あ、これ殴る。これ早起き。あ、これか。あ、これね。これが斜め歩き。あ、旅の方ですか。宿でしたらここを降りたとこありますわ。トトヤというお店です。あ、俺、あ、動画、動画ちゃう、宿やってない。あ、あの、い、いえ、いいんです。ごめんなさい。何？宿やどこって、した。これやったか。じゃねえよ。ちょっと待って待って。さっきあったな。なんかおかしづらいねんな。マーちゃんのとこか。これが、あれお客さん、え、違うの、いやね、よそからの客なんでめったに来ないから、はっきり言って暇で暇でと叫んでたな。だけど、とりあえず、旅に出よう。これね。大変だ。だな、じいさんいっぱいだ。なぎがいねえんだ。お前もな。どっから探しても見当たらないんだよ。あれ、さっきここで見かけたけどな。まさか。いや、間違いない。あいつ、ふみちゃんを助けに行ったんだ。むちゃじゃ、やむちゃじゃ、やむちゃじゃ、みたい、やむちゃじゃ。怪物も、餌食になるのがオチだわ。やむちゃ死んでますからね。まだそんなに遠くも行っとりゃせん。今すぐ追いかければ間に合うと思うが。いや、やだよ、俺は行けや。ラギが村わせの孫とはいえ、あんなとこ行きたかねえよ。あそこで怪物にやられてしまったら最後、二度と帰ってこれないで、試練帰ってくるけどな。ポロンポロンって。あかりまえしかねえよ。まったくこの村には男ってやつはいないのかね。だらしない、行くときにどの道を選びますか。あー、そういうことか。3つってそういうことね。あ、あんた、ナギを助けに行くのかい？悪いことは言わねえ。やめておいた方がいいぜ。おい、生きてえやつを無理に止めることないだろう。生かしてやるよ。お前黙っとれて。
まあよそもいいよな、たとえ髪やられてもここに戻ってない。俺たち違う。こら、ろくろ、あ、そうか。こいつら怪物なんか。フライ兄さん。ん？あ、行っちゃった。喋りすぎだぞ。あグツンが旅に行った。あ、もういきなり剣持ってる。これは、困っとけば剣。また。あ、音いいな。そうしてないけど。K の通知6、うん、足上がってない、やばい死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう、かや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 、あおい気だった、ちょっと待って、待って待って、これやばいやばい、よし、あーやったレベル上がったけど、よしちゃちゃちゃ、ちゃちゃちゃ、違う。アップどうやって？あ、これ、あー、なんかすごい。あれやな。リボンっぽい。リボンっぽいで、これが正解。ぽいってない。いいな、曲がいい。ディーって。綺麗な感じするけど。そんなに大したことない選手。これ、入り口か。あ、でもなんかあんな。よくそう。やべえ、めっちゃおもろい。ちょっと。これ性能違うのか、え、さっき6か、え、これ性能違う、もしかして違うの、操作が、あ、一緒か、13分も当たってる、あ、なんかおらんかったな、え、お腹減りってどこやった、あ、78か、もうちょっと囲まれてないか、よし、お金拾った、お金、よし、すぐ剣打っちゃう。すぐ剣打っちゃうぞ。よし、こっちこっち。お、これ何？保存の壺。保存の壺って何？あ、なんか、あれか。あの、残るやつか。やべえ、めっちゃおもろいんだけど。壺にアイテムを出し入れできるぞ。こうやってなくなるのかな？刀入れとくか、一応。これ一個。どうやって？違うんか、これで入れる、これかダンス、あ、おー、ちゃん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 、おう、待って、一回振ったな、こんなバンバン打っていいのか、斜めこうしたら、あ、なになに、あのトンガラシちゃうわ、杖か、無眼杖、無眼杖、こんなゆっくりやってていいのか、モンスターに向かって振るとモンスターが自分の身代わりすると投げの効果あるの、そうしなかった、
くの鳴き物。敵多いな。また2階でうろうろしてるぞ。58や。困った時の枠を使う。もう逃げないじゃん。お、駒白洞窟出た。ひない飛んでもやな。おい、なんか強いに来たぞ。よし。あ、ちょっと。え、ちょっと待って。めっちゃ敵おい。いや操作しにくいな。さすがにすごい詰め込んでるだけあんな。パワーアップ、パワーアップじゃない。エモンとは今より地球でモンスターに与えたのか。ああ、一回限りか。ちょっと
何仕上がるの？ドラゴンソウ。敵が多いな。これは地下種。地下種ってあれじゃないの？力最大、力の最大値は減ってないか。ドラゴンソウって何？でもめっちゃハマってないけど、やばい、ハマるかな。あ、口からメラが出るのか。切るか、分かっちゃうか。なんか全然おにぎりとか出えへんねんけど、大丈夫これ？あははははおい、持ってきたぜ。あれでもマップ変わってもうたな。ちょっと待って。あ、なんかついて、なんかついてる。なになにこれ。やばいやばい、ちょっと待って待って、まずいの。なんかないの？なんかそう。取れたけど、ちょっと待って、ちょっとやばいよな。死んでもかもな。よし、海が欲しいね。よし、なんとか。お腹がやばいねんな。
はもう三条市のおにぎりくれやん。なんかついてきてんねんな、あいつ。あ、ちゃ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 、やばい。取ったんだ、お金か。まずいな。おーい、ちょっと待って、これまずいな。これ大犬杖2個もいらんの。怖いな。あいた。ああ、しまった。死んだ。クソ、やられた。2000人、2000人やられた。あちゃ。ああ、怪物やられた。あそこで近づいてここに戻されるんだよ。なるほどね。出かけてくるんかい。私はこうじゃないよ。私はまた独身だよ。もう結婚してないかい。あの子たまにここでふらっとやってきちゃ店で出会ってくれるんだよ。ちょっと変わったとこあるけど、いい子だよ、あの子は。どうなりましたか。相手持ってねえ。あ、間違った。違うのよ。あう、違うのよ。あ、すいません。グツン。続きから、いきます。うつん、うつん。うつん。で、これどうしよう。もう一回行かなあかんのか。お金もなくなったの。お金もなくなった。はやー。出る。出られ。か、行こうか。すげえ行きにくいに、ね、ちょっと。グツさん、グツンさんやな。助けに行くでしょ。はい、これ、薬草もらった。よし、薬草1個だけか。これ2回。おー、またかい。動かしにくいな。あ、じゃあまた敵女のところに。店にやられた。よし、ちゃんちゃちゃちゃんちゃん。あ、え、なんかマイナス1って書いてなかったっけ。マイナス1じゃ呪われてるやんけ。なんてこったい、パンナコッタ。あ、マイナス1って。おい、ちょっと待て。勘弁して。あ、まじか、場所がやった。やばい。ええと、一緒だったんかいな。持って帰るだけだったか。動かしづらいね、これ。あ、いや、あ、じゃやばい。もうやばい。
あ、やばいんじゃない。なんかすごい、なんかあれやな、運が悪いな、今回いつも悪いわ。おいしょ、はい、よし、もう行くぜ。武器行くで、頼むから。お、いいね。一生このまま嫌やで。武器くれ、武器をくれ。敵多いなぁ。できそう。敵そう分かる。死の恵み何？読むと喪失盾が強くて呪いも。あ、そう。じゃああれやな、盾これはさ。強かったでしょ。5か。それでも5なんね。おー。聞いたってやけど、おましら洞窟。武器もないけど。武器あるけど呪われてるからな。きついし、ではきついよ。ちゃちゃちゃ、グーフや。幸せ、これ幸せ、なんだ。お、わからん、試練の世界は。試練ほとんどやってないかわからん。飲むとレベル上がる。よーし、もう使っちゃる。いい。はい、腹減りよ、腹減り。あう、お前も来た。あ、ごめん、死んだろ。あ、おい、くそ。よし、ちょっと順調やん、ちょっと順調じゃないけど。あ、立ってあるじゃん、ちょっと待って。百鬼さん出た。百鬼さん出た。ちょっと待って。これ。ちょ、あ、強い。すげえ。呪いのやつ使ったもんだけど。百鬼さん出た。すげえことになった。収録しんとんどんなことどんなことになった。すげえ。百鬼さんのやつ、百鬼さん出た。すごいよ。これすごいよ。すごいよ、これ。これなくしたくないな。ほら、百鬼さんのさ、百鬼の盾やで。死の恵み。ああ、盾の、やつか。盾やんな。さっきの盾が強くなった。吹き飛ばし、これいいね。うお、もうなんかがやばい。おにぎりねえの、どうすん。
おにぎりよ。おにぎりどこよ。知るか。まずいな。剣が欲しいのな。一国町の種。なの。何よ、イカロさんって。サイレン、あ、サイレンもここか。やったとこでどうやねんとか思うけどな。お腹空いてくる。俺もお腹空いてる。ちょっと、やめ。よし。店があんのか、あったような気がする。あったよ。いてね、知って、あ、でもこれ、あ、怖い。百鬼さん盾が錆びた。あ、うっそ、え、うっそ、あ、あ、そういうこと、そうだ、全然、あ、あ、違う、あれが良かった。でもマイナスにはなってない。あいつあんとこ寝てんねんな。あ、びっくりした。グーなってる。敵がおらんかと逃げていくか。おるじゃん。
っとなんかやばないこれ。まずいな、めっちゃダメに食らってね。ちょっとチャンスです。おったね。おお、お前ら、お前多いな。投げるとその種類のモンスターは出てこなくなる。おー、なるほど。メタルスライム使う、メタルスライム出てこなくなるという嫌なアイテム。戦車俺おお化け大根、ちょっと大根出せ。あ、なんか盾あるけど、後ろなんかおんの。あー、うー、食らってるけど、起こしてもた。何、おいおいおい、
おにぎりが。なんか逃げたな、あいつ。さっき止まって取ったけど。おにぎり入れとくか。あ、もういっぱいやな。しかない。そうか。28か。大ピンチやな。もう一回上がろうか。上がっちゃうけど大丈夫なのか。あ、10までいってもだな。強かった。あ、何こいつ。ヤドンみたいな。あ、盗まれるやつか。音切りそう。C でできんのか。あ、これ
つぼで東大のおにぎり。おお、逃げ、怖い。よし。お、ちょっと待って。ここまでしようかな。ここまでしときます。今回ちょっとこれで、ね、終わりします。はい。ててよし、てて以上です。グズでした。グズ。じゃあやる、ちゃんとやらんと思うな。適当に多分やると思います。あのね、これの前にね、グズ攻略したいもんいっぱいあるんですよ。それ、ね。悩むな。まあ、どこをやるでしょう。以上です。グズでした。また見てな。